飲み物はですね、ハイボールいただきます。いただきます。男の身はせえへんって無理。安倍さんですわ。ボレーボーイらしいですよ。ありがとうございます。謎の男性、ありがとうございます。ポテトサラダいただきます。なんかソフトクリームみたいな感じですよね、これ。いただきます。いただきます。クリーミーなポテサラですね、クリーミー、まずね、これサバ、しめサバですね。これいただきますよ。ちょっとね、これ醤油につけてね。いただきます。木寿司ですね。いただきます。うまい。あんまりね、酸っぱすぎず、美味しいです。マジで、うまっ。もうね、今ね、坂時計ですわ。天賀ちゃん、坂時計さんに行ってます。なんかね、もうちょっと酔ってますよ。今日もね、何軒行ったか分かんないです。多分8軒、9軒ぐらい行ってるかもしれません。かなり酔ってます。もうハイボール最高っす。鶏皮せんべいですね。鶏皮せんべいいただきますよ。これめっちゃ美味しそう。なんかいただきます。鶏皮せんべいですね、サクサクで塩味が効いてうまい。これうまいですよ、ほんまにうまい。なんかね、知ってる？せんべいみたい、ほんまに。この演歌になりたい、演歌女優に。最高。うまっ。演歌女優になりたいね。串カツの盛り合わせ来ましたよ。これね、うまそう。とりあえずね、何かわからない。これウインナーかな。ウインナーからいただきますわ。これではいただきます。あ、これね、ウインナーと思ったら違いますか。なんとニンニクやん。やば。お前やん。ニンニクやん、ニンニク。お朝やばいよ、俺。やば。やばい。ヘラ、ゆかりんさん、寄ってますよね。大丈夫ですか。鼻の穴まで寄ってた。あかんでしょ。かなり寄ってますよね、きっとね。まあ、僕も、ねえねえ。まあ、僕も寄ってますけど、今日はね、あのね、天下茶屋の坂時計さんですね、来てますよ。もうめちゃくちゃ楽しいお酒ですので楽しい、もう綺麗ですよ、結構ね、今5人ですかね、5人で飲んでますよ、ほんまに。もうね、ちょっとね、もちぼち、それ考えると電車なくなりますんで、ぼちぼちね。ということで